面接に行くとですね一次面接そんなに話をしなかったはずなんですけれど 2> うん、うん、で2次面接に尺八を持ってきてくださいとでその当時尺八はもうやめてたんですけれど持って行って、えー、なんかよくわからないんですけれどもとりあえず持って 聞きなさいと言われたので持って行って吹いてみてくださいれそれは趣味の欄に尺八とかって書いたのあ,あのまあ東京芸術大学というのを書いてあることもあってだと思うんですけど。尺八を専門にやったということは向こうが分かったわけだ。はい。で、うんえー、まあ尺八を何の曲吹いたかは覚えてないんですが、多分土曜のような形のものを吹いたんですが、そうするとですね、普通面接というのは人事の方が、うん とまあ、担当部署の方が、うんえー、い,いらっしゃるんですけども課長クラス以上の方々が面接のその部屋にこうたくさん入ってきて、うん、で演奏を聴いて、うんうん、で皆さん帰っていくと。うんうん、でありがとうございましたというので、うん、あの後日報告しますねみたいな感じだったんですけれど、うん、そんなにあの。 尺八以外の話をした記憶はないんですがそれでえまあ就職合格しまして後から聞いた話ではえ社長以外の方ともう一人の方以外は全員反対していたということでおーおーおー社長に理解があったんですか 普あの最初は秘書としてでなぜ秘書かと言いますとその社長がかなりアーティスティックな思考を持っている方でその言葉をこう解釈して社員に伝えるということをできる方がいなかったというのもありまず秘書に。 そ,そこから会社の、えー、全体を知ることが大切だよということで総務人事院で勉強しましたでその総務人事の頃に起きたのがあの東日本大震災ですねその頃この耳はどうだったんですか耳は、えーっとまあ 面接のときに尺八を吹いたということもあって少しだけは吹いていたんですがでも不安で耳は治っていたんですが不安もあってあまりそう本気で吹くことはなかったですね趣味、趣味程度に。あ<ー>でもやっぱり体はだいぶ回復はしていたわけですね。はい やっり生活を整えればよかったってことなんですか <laughs>、ね、<laughs> そうですね。あ,<ー>あのやはり無理は禁物ということでしたす。はいはい。それで、えー、2011年、うん東日本大震災。その時は東京東京ですか？はい東京です。ああじゃあだいだいぶ揺れたでしょうね。かなり揺れましたね。ねねねあのその時はちょうど会社にいたんですけれど、はいはいね、もう。う え神田の神田明神の近くなんですけれどもかなり公園も人でたくさんでしたし帰れないい社員もたたくさんいましたそれが一つの転機になったっていうのはこの間もお伺いしたんですけれどもやっぱりその津波等々で被災した状況を目の当たりにして思うことがあったわけですね。 はい、あのーまあ、何かその、はい、私の自身の、まあ、力というとおこがましいんですけれど、うん、何かできることはないのかということをすごく考えさせられまして、うんうん、でボランティアも考えてはいたんですけれども、うん、まあ会社もあるのでなかなか難しい、うんえー、ということで。 えー、芸大の同級生などの声楽科の同級生などと連絡を取り合って、うんえー、ボランティアのコンサートーでまあそ,そんなに大きな金額はもちろん稼げないんですけれどもそれでも何か寄付をしたいということで。<ー> 行うことにしました。いわゆるチャリティコンサートのような形でやって、はい、そして寄付をすると。なるほどなるほど。ほどそうですね。実際に被災地に行ったりということはしたかったんですが、<え>うんその時はまだあ本当に会社のこと、会社も会社でいろいろあった時期でしたので。 控えてしまいましたね。ねええー、そういうじゃあ再びそのチャリティーコンサートというのは人前でえ演奏するということを東日本大震災で始めたと。はい。ああ<ー>、そのだいぶブランクがありまあったんでしょうけれども、それは大丈夫なんですか。いや大丈夫ではなかったですね。ーはーはーただ一つ良かったことは、テクニックや表現力ではなく、ねね、もう気持ちで 向き合ううとということを真剣にするしかなかったんですそねそのおかげでこの気持ちというものがなくては最終的には誰にも伝わらないなというところのきっかけに今度はなりました。 でそ,そ,その辺りからですかこの演奏家としていこうと思っていくのははいえー、それでも、まあ、この業界は不安定ですし不安でしたがでも一生に一度の人生をもし送るのであれば今一度尺八が吹きたいと思った。 思いました。それであの彼の有名なあの先生の門を叩くわけですか。はい。はい、あ。はあ、ええー、藤原道山先生の門を叩くことに。ええ しましたねいや私なんかはまあその素人ですからでもまあ藤原道山先生のね名前だけはこうね存じ上げてますけどでもそれがなんていうのかうんまずいもこう複雑なもんなんですよそのあんまりお年はどれくらい違うんでしたっけえ四、ー、つ違います、ね、えー、大学では重なってはいないんでしたっけえー、私が大学一年生の時に道山先生が大学院の一年生でした,、えー、あいいでたはあ、はあ。 もうもうかなり仰ぎ見るぐらいの存在、そうでもない。あの先ほど大学を辞めたいという話を、ええ、あのしたんですけれども、ええ、藤原道山先生を見て、ええ、この人には追いつけないなと思い学ぜんとしたのが違うものですか。もう全く違いましたね。うん その当時から違いすぎて大学の大学院6年間は藤原道山先生に近づくことを目標としていましたあ<ー>あ先生以外ではなるほど、はい、でもそこにあえて、えー、なんていうんですかねやっぱり弟子になるんですかこれは <laughs> 弟子になりますああ向こうは何か言ってました向こは知ってたわけでしょ工藤さんは。 もちろん、いくつか質問が、まあ、習う前に、はいはい、多分あの、いろいろな方から、うん、その習いたいという方もいらっしゃると思うのでどういうために習いたいのかという質問をいくつか受けまして正直に答えたと。 演奏家になりたいという思いです、ね。だなて言われました、無理だとか。え、わかりましたということで。ああそうですか。ぜひお越しくださいということで。あやっ厳しいんですか。厳しくはないですが、かなり、ねうんえー、ストイックです。ああねえ、まあまあまあ一流の方ですからね。はい、で、えー、何年か藤原先生のところに通って。 腕というのか磨いたわけですかはい今でも、はい、あの伺っていますああ今でも、はい、へどんな感じなんですかねそのお塩さんが座ってて、うん、その前で拭いてあそこはだめだとかっていうんですかね、えー、こうした方がいいっていうような形だめ<ー>とは言わないですねこうした方がいいんじゃないかと。 あの言い方やあまあいろいろな方も藤原道山先生もお会いしてきていますしいろいろな演奏家の方も見てきていますので方向性の話やその生き方の話などもまあ,あのその お稽古の中ですることがあります。うそうですか。で,はい、で、それで演奏家としてうんやっていくとときには、そのもう会社を辞めちゃうんですか。あのー、実はそのいやもう一年放棄して会社の方に辞めますと伝えたんですね。あのもう尺八一本でやっていきますと。う そうしたところ、うんあまあ、役員の方から、うん、まあそれもいいかもしれない、うん,んだけど食べていくれるようになるまではというか、うん、食べていったとしても安定しない社会なので勤めていればいいじゃないかというふうにお話をいただきまして、うん、あああ今も席がああるんですすかはいありますあなんと素晴らしい会社ですね。<laughs> はい すごくいい会社です。ね、やっぱりそういう企業がそういう芸術家を育てようという考えなんですかしらね。はい、もうあのスポーツ界でいうあのあ,あのスポンサー企業みたいな感じですね。ままあ,あいわゆるそんな関係ですわね。はい。じゃあ今今も一応出勤することもあるんですか。はい。えっ、ー、と物証が今度広報に変わりまして、で元々その写真を撮ったり、ーホームページを作ったりというのは えー、自分自身の P.R. のためにも続けてきたことで、それを活かしてえ<っ>、えー、まあ仕事をするということで、<っ>何もないときは,は,はあの仕事をするようにしています。なるほどね。あ、そうですか。ホームページ作ったりもできるわけですか。はい。そうですか。それは恵まれましたですね。はい。ええー、まあそれで。 えー、演奏家としてやっていってさあこの辺、まあ、そこまではまあ普通の尺八家としての生き方なんでしょうけれども <laughs> この辺りからようやく本題なんですがうーん先ほど最初のところに、えーとね、登山流と金庫流というのがあってうーんどこから行きましょうかしらね。 あの地なし尺八っていうのは、これは金庫流ということになるんですが、それは必ずしも同じではない。んではない。ではないですか。で地なし。からちょっと説明していただけますか。地なし尺八は、ええー、その,の。不結集の重そう。まあ、ええー、明そう、もともとのね。型が吹いていた形の尺八で。ええええ、で。ええー。明治以降は。ええー、尺八の、まあ、竹の中に漆が塗られて。 いるんですけれども、この地なしは本当に。竹の節を、こう、取る。うんうん、で、少しきれいにする、というだけの、加工しかされていない。うん、かなり、なりにくいわけですか。<あ>ええー、それは同じですか。なりにくいといえば、なりにくいです。<ー>西洋楽器、ええー。金鉱流や、ええー、登山流は、まあ。いわば西洋楽器、合奏しやすいように作った部分もありますので。うんうんうん 音がまあ大きな音で出るというのはあるんですがえこの地なし尺八の場合は本当に細い柔らかい木で吹いてあげることで響かせることができる金庫流登山流というのとまた地なし尺八の別の分野というか感じなんですかはいはい、あなるほどね。 何て言うかあの本来もともとの「府家の尺八」に近いものとこう考えているわけですか。はあ、い、じゃあそれにじゃいつ頃おお引かれていくというのがそうでもともとですかそれに関する関心はもともと関心がありましたた<ー>たまたま、えー、自宅にあった、ええ。 えー、レコードで、えーえーまあ、ちょっと、えー、オーケストラと尺八とビ琶という曲があったんですね「うん、ノーベンバーステップス」という曲がありまして、うん、その音がすごくいいなと思っていたんですが。うんうんうん 実はそれが地なし尺八につながっているということを全く知らなかったもので武将<ー>、えー、なところがあって何か読めば分かるものを読まず音だけ聞いていたというのもあってもともと音はそういった音が好きでしたが大学に入って藤原道山先生のすごさを知りそっちの道に もう極めたいという思いだったんですけれどもただ、えー、もともとは東京に住んでいたんですが、えー、37ぐらいの時に。 鎌倉に引っ越して、きました北鎌倉に。北鎌倉結構長くいたんですね。はい。十七から、去年まででしょそうです。じゃあ、じゃあ、七八年いたんです。八年。ああ、そうでしたか。じゃあ、どっかでやってたかね。あの、一度北鎌倉の駅で。横田老師に声をかけたことがあります。あ、そうですか。こんにちは。と挨拶しました、私。うん、誰だろうという。失礼いたしました。 まあ,あの尺八というのがももう禅の楽器だということは知っていましたので禅の町の鎌倉から禅の楽器を発信したい広めてい,けいきたいという思いが ありましもともと大学時代から鎌倉がとても好きで,そうですか特に北鎌倉は一度住みたいと思ってあ<ー>まあ変な話物件とかも探していたぐらいだったんですがたまたま物件が見つかりましてあ,<ー>あこれは何かのおぼし飯だということで<ー>、えー、禅の町鎌倉から禅の尺八というところで えー、まあ始めたわけなんですがただもともとその登山流のテクニックというか、まあ、登山流にも本曲というのがあるんですがそれほど多くはなく。うん えー、悩みながら試行錯誤しながらこの8年間を過ごしてきたような形がうに感じています。いでも。もう一つあの大事な言葉に「水前という言葉が、ねはい、工藤さんからお聞きして「水前と「地なし尺,尺八の」のこれは一つなんですかえと私は <laughs> 同じ私は同じだと思っています。あ ごすうとぜんというかはい「福にぜ福と書いて「水善ぜん」ということでその時にその竹の声が聞こえたわけですか竹の声が聞こえてきましたおそらくファミリー家族なんですねが「とるんじゃないよ!」まり。何してるんだ!」みたいな。 はい、一度振り切りまして。あ,<ー>あの一度やはり。極めたいという思いが。